ちらです。お、続きましてはこの洋梨、あのハガキにもなるんですよね。というわけで皆さんこんにちは。ですね、今日の企画はこちらですね。こちらですねと言っても、パッと見ちょっとわからないと思うんですけど、あの米軍、アメリカ軍で、使われて食べられているあのレーションですね、軍用食。今日はね、開けていこうかなと思います。まあ基本的にはなんかその戦闘中というか、その基地の中では食べないですけど、その戦闘訓練とか戦闘中の時とかバッグに入れて、まあ非常食的な感じで食べるやつですね。いろんなバージョンがあるんですよね。その宗教に合わせてその豚肉が入っていないとか、そのまあスパゲッティとかいろんな種類があるんですけど、今回はベジタリアン、ベジタリアンで挑戦していこうかなと思います。では早速中身を開けていこうかなと思います。おっと、おー、はい、こちらはですね、ホット飲料を入れるやつですね。コーヒーとかです。でこちらがね、ヒーターですね。ヒーターが入ってます。チョコレート、ここはパウダーですね。これ、こちらはなんか洋梨ですね。梨、フルーツ系が入ってるみたいですね。でこれにおそらくこのパンケーキですね。まあ後で全部開けるんですけど、パンケーキ、クラッカー、ピーナッツバターですね。はい、まあ、こんな感じですね。でこれが、マカロニ。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ではね、これ早速入れていこうかなと思います。こんな感じです。結構ボロボロですね、やっぱり。クラッカー2枚入ってます。2枚、こっちですね、こちらですね。マカロニ、こちらです。おお、おお。続きましてはこの洋梨、まあこれね、ちょっと気になると思うんですけど、あのハガキにもなるんですよね。こうやって書いたり、洋梨のパックなんですけど、ちょっと用途が違いますけど、このパックの中に入れてみようかなと思います。どんなものなのかと。おお、ジュース的な。こんな感じです。じゃあこれとピーナッツバターをちょっといきます。ちょっとこちらも開けていきましょう。
はい、まず入っていたものはタバスコが入ってます。タバスコ、タバスコですね。レモンティー、レモンティーが入ってますね。レモンティーとティッシュ、ウェットティッシュ、お塩、お塩が入ってます。お塩、チューインガムで、マッチですね。以上のものが入ってました。というわけで、ちょっとこちらのヒーターの方を使用したいなと思います。まず上の袋を開けまして、ちっちゃい音ですけどプチプチ言ってんですよね。温度が徐々に上がってるということかなと。結構暖かくなってきましたね。おそらくこれ飲み水じゃなくて、食べ物を温めるために、使うのかなと思います。だから、まあ、このね、あのケースの中に入れて、その先ほどの食べ物を温めていただくということなのかなと思います。もう水もね、ちょっとしか入らないというか、ちょっとだけ入れて、発熱させるということなんで、おそらく食べ物をね、温めるということです。 225g で、12分間で、56度ぐらい上がるということになってます。はい、というわけで今日はこんな形になりました。ちょっとやはり見た目がね、ちょっと大丈夫かなと思うんですけど、まあこれもやはり洗浄の食べ物ということでね、ちょっと賞味期限が怪しいので食べませんが、だいたいこんな感じですね。こちらがマカロニと、マカロニみたいな、まあ大きいやつですね。こんな感じです。で、クラッカーと、パンケーキ、ピーナッツバターということで、ちょっと見た目が本当に悪くて申し訳ないんですけど、こんな感じになってます。というわけでご視聴ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。